なんでしょう。来てくださる方は楽しみにしています。明日6月初めて会えるね。やっぱりね、5月は会えるイベント自体は一個一個大事なのが多かったけど、回数はそんなに多くなかった気がして、そうだから6月会えますようにと思ってます。土日やしね、来れる人いといいな。リフの出演報告動画見ましたか？非常に雨の中頑張って撮りました。もうなんか何この天気と思ったらニヤニヤしちゃった絶対なんかいいご報告をする雰囲気のロケーションじゃなかった。ゴーってなりながら、でもね、第1弾で出演発表していただいていたから、早くねちゃんと正式にああいう紙持って出演しますみたいな動画撮りたかったので、でどうしてもせっかくやからいい感じに撮りたくて、今回お台場でスマイルガーデンができるであろう場所に、今年も一緒かどうか分かりませんが、例年ならできるであろう場所に行ってきました。いやー、なんかさ、すごいね、4年目ですよ。すごくない？ティフ東京アイドルフェスティバル2023、うん、すごいと思って。ルイはもうティフはね多分3年ぐらい行ったんじゃないかなと思うので、今年で行った回数と出た回数が上回ることになります。嬉しい4年目ですよ。でも1年目がオンラインで、2年目は出れたけど天気がすごく悪くて、出演する予定のステージの半分以下とかしか出られんくて、すっごい楽しみにしとったのに半分ぐらいのステージが台風雷雨で中止になっちゃって、しかもメインのなんか大きいステージとかがね、素敵なところに出させていただく予定だったんですけど、そういうのがなくなってすごい落ち込んでて、はあ、なんかもうコロナも一生終わらんし、一生見つけてもらえへんのや、ババババンビは世の中に、みたいな気持ちだったのが2年前ですよ。昨年はティフアイドル総選挙、1年前からね応援してくださっている方は知ってるかなと思うんですけど、ティフアイドル総選挙で皆さんの投票をいただきまして、第1回のアイドル総選挙で初代優勝をすることができました。本当にこれはもう一生誇ろうと思ってます。おばあちゃんになって東京アイドルフェスティバルが通じるかどうか分かりませんが言い続けますそう、まあ、しかもババババンビはね、それまでなんか賞レースというかそういう競争ごとに勝てた試しが本当になくて、本当にチャレンジした回数となんかいけるよって思われてる割合と実際に取れたものが正直本当にあまりなくて、うん、みんながすっごい応援してくれてるにもかかわらず、なんか1位とか優勝とかを惜しくも逃し続けていたから、なんかほんまに去年のアイドル総選挙でね1位なれたことはすごい嬉しかったし、これででももし今年 TIFF 呼ばれんかったらどうしようとか言ってたら、さすがに呼ばれるよってみんな周りの人も言ってくれてて、しっかり呼んでもらえるようになったので、毎年毎年やっぱりね、ティフは呼んでいただけるのかしらって思う気持ちがあるんですけど、そう、今年はねもうバッチリ第一弾から呼んでいただいてすごく楽しみにしてます。去年すごいいろんな人に応援をしてもらったおかげで
そう、選挙優勝できて、それを機にバンビを知ってくださった方も多いと思うんですよ。もしかしたらその自覚がなくても、そっから今までの間にバンビを知ってくださった方は、そのね、ティフアイドル総選挙がきっかけで決まったなんかメディア出演とか雑誌とかそういうものもあったりするやろうから、そういうところで出られて知ってもらえてみたいな風に、なんかやっぱりコロナ禍の頃に比べて実際に会いに来てもらえる可能性がすごく高まったので、今年はね、応援していただいたご恩を楽しさでお返しできるように、今日はいっぱいいっぱい、今日じゃない、今年はいっぱい楽しい思い出を作ろうという気持ちですので、東京アイドルフェスティバル、もしよし絶対熱中症にはならないぞっていう意気込みを持てる方は参加をお待ちしてます。本当に暑いですからね、気をつけてください、夏なんで。ほんまに、そう、でも総選挙はね、去年も出る時にも言ったんですけど、もし第2回があったとしても、勝っても負けても今年が最初で最後っていう気持ちで臨んだので、何、トロフィー奪還みたいな、チャンピオンベルト奪い合うみたいな、そういう制度ではないと思います。今年があるのかないのかは分かりませんが、今年はもう誰かと戦ったりは今のところしやん予定なので、しないつもりで、もう目いっぱい今年こそ平和な気持ちでティフを楽しむぞって思っているので、楽しみましょうね。そうよ、もう毎年いろんなこと一生懸命考えとるから、ほんまにめっちゃいろんなこと考えて、天気大丈夫かしらとか、順位どうなるかしらとか、そんなんばっかやから。作業をしながらお話します。ティフはアイドルさんはもうほぼ見れやんと思ってますね。ルイはどうなんやろ、でも見れる暇ないぐらい忙しい方が嬉しいかも、正直なところ。正直なところ、それが嬉しいな。1年目はオンラインやったのと、オンラインやったからそのずっとおらんかったのよ、会場に。もう見学とかができやんくて、で2年目の時はね、ルイなんかティフの密着取材みたいなのを受けさせていただいてて、そう、なぜか。もう運動音痴で、なんか大学卒業して芸能経験もアイドル経験も何にもないのにアイドルになって、で TIFF 初年度から出てるみたいなので、なんかこう特集の中に入れていただいて、だからもう練習してる時とか、裏でなんか覚えてる時とかもずっとカメラをね、密着なので来ていただいてたから、なんかそうなかった、密着1年目じゃないよ、だって会場におったもん。うん、1年目はティフの会場あんな感じじゃなかった気がする。あ、合ってるよね。時系列不安になった。そうね、密着していただいてとかがあって、だからもうバタバタやったし、で去年が3年目やったけど、去年はもうね、総選挙ってね、胸がいっぱいで、しかもスリーデイズ衛星英語、スリーデイズのうちの3日間出させていただいたので、もう本当にそんな見るぞっていうよりは、少しでもバンビを知ってもらえるように、なんか電波もあんまりなかったりするの、場所によっては。
電波が悪かったりするから、控え室とかだから、いろんな時に自撮りを撮って、なんかスカイステージとかいい感じのところで自撮りを撮って、頑張って文章を作って、電波が入った瞬間に、どこどこステージルイです、見てくださいみたいな、初めましてとか、次はどこどこステージですってツイートしたりとかで、もう本当にね、全然ね余裕がなかったですねだから多分もう今年もそんな見るとか、あとアイドルさんと写真を撮るとか、そんなことはるいにはできやんのじゃない、マルチタスク下手っぴ人間やからって思っているんですけど、もうね、見れたらちょっと嬉しいなと思いつつ、配信とかはいつも見てるので、そういつももう現地で見れやんから、配信あるときは配信で見てます。るい、今もマルチタスクできやん話をした直後に、こっち書いたらこっち喋れやんことに気づいた。なんとか頑張って両方やりたい。こうして効率が落ちる。どちらも2頭を追うものは1頭も得ず。でももううちには1頭いるのでね。あ、寝てますね。うさぎ。すでに一人いるので2匹追いたいと思います、欲張ってよいしょ。一頭いていいでしょう、ほら落ちたガタンって言った。ニットもおったら大変よ、ニットがちょうどいいよ。たまーに子ウサギ販売サイトとか見ると思わず欲しくなっちゃうけど、ウサギ2匹もおったら大変なことになるわと思って、ダメダメって静止してます自分のことを。ポポちゃんにも友達がいた方がとかいう言い訳を作ろうとして、いやいやいや絶対に無理って考えてる。明後日の撮影会の衣装まだ全部は決まってない、でも半分ぐらいは決まったけど、それをどれをどの部にするかとかまだ考えてないから。撮影会完売ありがとうございます。可愛いの着るし、部が被ってそうな感じやったら衣装基本変えるので安心してください。とりあえず兎って可愛いよ、本当に本当に可愛い。本当もう難点は写真が難しいことぐらい、写真撮るのが難しいぐらいで、あとはもう何も不満はないですね。可愛いです、ひたすら。来世もペットを飼うならウサギがいい。でも自分が生まれるならお金持ちんちの猫とかがいいな。バンビは4日のムーブの配信を邪魔するの、何も聞いてないからないんじゃないかなと思います。撮影会あるし、何もね連絡もらってない。多分なしこさんが行くっぽかったですね。いいなぁ。1128日、目のるいです。
ペルシャ猫っていう文字列を見て思い出したけどね、シルバニアファミリーにね、アザラシの家族が新発売しましたよ。見てみてください。絶妙な顔やから、アザラシファミリー、もうすぐにミオチに見した。ミオチ見てって言ってアザラシファミリー見したけど、うーんみたいな顔してた。ミオチに似てへんタイプのアザラシやったからな。うん、お水が美味しい。ペルシャ猫と言ったらシルバニアなので、アザラシファミリー、なんかミヨチはみたいなアザラシや似てるの、なんかもっとみたいな顔のアザラシファミリーです。シルバニア可愛かったよ。類的にはシルバニア好きやから。でもシルバニアファミリーってさ、なんか何もないんやね、縛りが。こう水辺の生き物はダメですとかないんやって思った。だってあんなね、基本森の中のお家じゃないですか。いいんかな、アザラシはあれで不満はないんかな。まあたまに多分海っぽいやつもあったりするけど、ちょっとディスプレイ凝ってるおもちゃ屋さんとか行くと、なんかの青のさ、スズランテープみたいな、なんていうの、ピロ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 みたいなのを咲いて敷き詰めて、湖とか海を表現して水辺まで作ってこう飾ってあるシルバニアの店もたまにあるけど、基本はね、やっぱね、あんまりないんですよね。グッズとしては。虫はおる、虫はおらんかも。キリンとかはおるよ。でもサイズ感もあんまり考えてない。みんな同じサイズになる。お父さんお母さんはこれぐらいで、子供はこれぐらいで、赤ちゃんはこれぐらいみたいな。全生き物が同じ。ペルシャ猫とキリンのお父さん、同じサイズ。そう思うとちょっとすごいすごいことになるけど、可愛くないキャラ、うーん、でも独特な顔の子はおるかも、ちらほら。でも今パッと出てこやんな。うん、すごいいっぱいおるよ。何これみたいなのいますね、シルバニアファミリー。さっきラウンド1で MV 流れて感動しました。嬉しい、ありがとう。6月中で終わりじゃなかったっけ、コラボっていつまでやっけ。ラウンド1行ってね、みんな。ボーリングでもカラオケでもいいから、コラボ対象店舗行ってみてください。ぜひ。そう、ペンギンとかもおる。あ、6月11日まで、やばいやん。そろそろ行かな、もうあと1週間ちょっとしかないよ。明日明後日土日ですよ。どうですか、どうですか。ドリンク特典のるいちゃんが一生出ません。もうなんか頑張って交換探した方がいいんじゃない、もしかして。ちょっとたまに本当にさ、めっちゃいっぱいドリファイしてくれてるのに本当に出てない人とかたまにおって。いいよ、交換しても全然。るいは探してみて、お友達作ろう。あの最初からね、のっけから行かずに「ください」やったらちょっと「行ってよ」って思うけど、自分で行った上で、あの何回かチャレンジしてるいが出やんかったわ、もう全然交換とか頑張ってもらっても
それも手だと思うのでね、手に入るといいな、祈ってます。ルイがゲットできることを。で、この間ねホロライブさんのカフェに行ったんですよ。ホロライブというか、うん、ホロックスの、まあ、コラボカフェに行ったの。コラボカフェに駆け込んで行って、なんかもともと行く予定じゃなかったから、その時はあんまりお腹もね、ご飯食べた後に行ったのちょっと軽食食べて、いやもうちょっと小腹空いてるな、でもなさっき食べたしなぐらいの時にカフェに行ったので、お腹の容量もなく、もう推しのご飯とドリンク1個ずつだけ頼んだらコースターが2枚もらえて、でそのコースター食べる前に見たらさ、楽しみなくなっちゃうし汚すからやめようと思って、あの見てなかったんですよ。見ずに伏せたままポンポンって置いたまま食べてたら、あの社交的な方が社交的なお姉さんが近寄ってきて、誰出ました、誰探してますかって聞いてくださって、あの見る前に推し麺が手元にやってきました。すごいすごい、まだ開けてなかったの、慌てて開けたよね。ああちょっと待ってくださいって言って見たら、そう5キャラやったかな、5キャラぐらいおって、各2種ずつあって、お姉さんはルイの頼んだ、おそらくねドリンクとこのご飯がさ同じキャラクターの種類のやつやったから、もうルイがこう入ってきて注文して届いた時点で、あの子多分誰々推しやなって認知をして、交換しようと思って、こうチラチラチラ、あ食べ始めた今だってことだと思うんですよ。ルイもそうやってしてた時期があるので大学生の頃はそう、あの声をかける側だったのでわかるんですけど、新しい人が入ってきたらまずその人のカバンについてるグッズと、あの何のメニュー頼むかを一番に見て、違う推しじゃないかなって。コラボカフェやとね、ラウンドワンはできないですけど、個室なんで覗くわけにもいかんし、そうそうやってねやるのよ。ルイは白衣こよりちゃんっていう子が好きなので、こよりちゃんのコースターが欲しくてでもそれとかもさ、ツイート後でしようって思って写真撮ったのにさ、もうなんか言ったことに満足して何もツイートしてないわ。今喋りながら思い出したもん、忙しくて忘れとった。その後にバタバタしていて、そうでした。そうだから、あのルイ自身もね、交換で推しを手に入れることはあるので、交換すること自体は全然ありかなと思います。お互いにウィンウィンなら。名字高梨です。プロフィールを読んでほしいです。書いてあるかもないかも。もう今日配信つける前、眠たくて眠たくて、はあ絶対喋れやんかもって思っとったのに、配信つけたら全然眠くなくなった。いいのか悪いのか、切ったら寝落ちすると思います、多分。カズのリレインボースターいっぱいありがとう。あら、これ新しいやつじゃない？新しいやつなんじゃない？ナッシュ
ナッシュレインボータワー、ありがタワー、何タワーですか？ありがタワー、かわいい虹。明日の昼間はレッスンないの。もう今日に詰め込んできたから、明日は各自で確認と、るいは病院に行きます。行けてなかった病院に行きます。ねえ、みんながさ、るいにさ、雲組の報告をしてくれるの。雲組買ったよ、るいちゃんって。でもるい全然今日のところは、昨日ぐらいのところは雲組の気分じゃなくて、まだ買ってない。ちょっとやっぱ前のシーズンに食べ過ぎたからさ、まだ全然雲組気分じゃなくてさ、カカオ 80% ぐらいのチョコだけ買いました。最近レッスン中はちょっと甘いの欲しい。でも甘すぎるのいらんな、なんやろなって思って、苦いチョコ買った。雲グミラーやったのにさ。でも多分食べたらまた欲しくなると思う。そう、ちょっと飽きた。ちょっと飽きとんやけど、でも食べたら絶対美味しいから、まだ食べてへん人は食べてみてください。雲グミっていう、なんとかかんとかな、空色ソーダ味みたいな味のグミ。それグミ好きじゃないからね、別に。クモグミとか、あとなんかコロロとか、たまに大ヒット作が出るだけで、普通のグミはそんなに好きじゃないんですよ。ただやっぱ普段そんな好きじゃない分、ヒットを引いた時のこの振り幅が振り幅がこうね、ヤンキーが猫ちゃん保護してたらキュンみたいな少女漫画である、そういうことです。多分そうなんやと思う。そうだって、チョコは美味しいに決まってる。チョコとマシュマロがルイの2大好きなお菓子なんですよ。そう全然話さんけど、別にだって当たり前に美味しいもん。ルイの中で美味しいランキングでチョコとマシュマロはもう超上位に君臨してる、女王と王様みたいな存在なのでね。今更そんな、もう今日食べたチョコが美味しかったんですよとか、今日食べたマシュマロが美味しかったんですよとか言わない。でもグミはヤンキーやから、ルイの中での扱いがヤンキーやと思ってて、でもみんなが美味しいって言うから、もうまたまたって思いながら買って食べて、美味しい、こんなグミが世の中にっていう、この振り幅で好きになるっていう。だからそう、しかもまあグミは結構さ、その季節もの、季節じゃない、なんていうの、シーズンじゃないで、一緒や、なんか限定で出てすぐに売らんくなっちゃうやん、わかる？新商品が多いやん。そういうことが言いたかった。なんかね、チョコってさ、もうさ、ルイが買うチョコってさ、世の中に浸透しているチョコなのよ。そう、もうめっちゃみんなに愛されている板チョコとか、なんかアルファベットチョコとか、もうど王道みたいなチョコをね食べるんですけどね。マシュマロとかもね、もうプレーンみたいな、プレーンか、もうキティちゃんマシュマロみたいな、ゼリージャムみたいなのが入ったあれとか、もう圧倒的にそういうのが好きやけど、グミは、普通のグミは別にそんなに好きじゃないから、変わったグミばっかり買うのね。クモグミとか、なんかそういうコロロ的な新しいやつとかを買うから、
そうなの、そうなの。レギュラーじゃない新人、若手メンバーやからさ、やっぱさ若手に応援したくなるよね、わかる？大御所はさ面白いって言わんくても出てくれるやん、テレビに。今さらね、みんな面白いと思ってるから。でもやっぱ初めてテレビ初出演の若手で新人ですやったら応援したいじゃないですか。あ、またぜひ出てほしい、そういう気持ちかもしれん。今るい全然何も考えずに適当にそれっぽいことを喋ってるだけで、あのそんなグミについて深く考えたことはないです。適当です、ここまでの会話は。るいって本当に適当に喋れるんですよね、こういう意味のない会話。真剣に聞かんといて、聞き流して、今度会った時に、今度なんか何ヶ月後とかに特典会で、でもるいちゃんにとってゴミは若手なんでしょとか言われたら、何言ってんのって多分なるから、こういう人何言うとんやろってなる可能性全然あるから、聞き流してください。覚えてるかもしれんけど、そうヤンキーでしょグミはとか言われたら、ん？ん？ってなるかもしれん。何言ったんのって、自分が言い出しっぺのくせに。ありえます。んで、ショールームの全発言には責任は持たないスタイルでやらせていただいてます。そうでないとこう、1128日も続かないので、全てに責任を持つと、もうるいはそのプレッシャーでやめちゃうので。はい、それは追いません。でも悪いことは言いません、悪意はないんです。許して全世界のグミが好きな人、好きなグミもあります。好きなグミはめっちゃ好き、好きじゃないグミは全然好きじゃない。普段の会話どうかな、ちゃんとした場ではすごく責任を持ったことしか喋らんけど、その仲いい子とかとしてる長電話はこれぐらいのテンションかもしれん。それぐらいかもしれん。てっきりグミ全般が好きやと思ってた。いやるいね、あのね、よく噛むものあんま好きじゃないの、口が疲れるから。なぜなら噛まんくていいものの方が好きやから、マシュマロ、綿菓子、チョコレートもこの辺が大好きなのよ。でもグミとかおせんべいとか昆布とかを食べたい時もあるっちゃあるからね。そう、あでもガムは多分もう、もう本当に高校生ぐらいから食べてないガム。もしかしたら誰かにもらって食べた可能性あるけど、自主的に食べた記憶はもう5年以上はないです。少なくとももっとかも、何年、それぐらい興味ない。噛むことに興味ないかも。噛まんでいいなら噛みたくない。
がん、もらっても、例えば母と言ったら母にあげるかな、ガム好きやからあげる、選択できる式ならもらわへんかも。帰って歯磨きします。ってことは焼肉でミノは食べませんね。どう思うでしょう。それは食べるんです。どうしてかしら、なんでやろうね。え、違う、おやつよく噛む、おやつは好きじゃないけど、よく噛むご飯は好きなんかも、もしかしたら。違うかな、分からんけど、うん、おやつで噛みたくない、怠惰、怠惰ゆえに噛みたくない。そう、おつまみは好きやよ。だって類、おつまみ系の食べ物、味がしょっぱいもの好きやもんそもそも嫌いな食べ物別にないからさ、どれもこれも食べるっちゃ食べるよねあったら食べる、食べた方がいいよって言われたら食べるから、わからんな、わからんくなってきた。ルーム、自分で何が好きなんか。お水を飲みます、一旦、とりあえず。やばい、喋りすぎかも。そろそろ終わろうかな。明日ライブやし、明日終わろうかな。あら、結局何のタワーだったんでしょうと思いながらランキングを読んでみます。12時半遅くまでありがとう、見てくれて。レッスン終わりでボロボロなんですけど、明日もライブあるので頑張ります。ライブ前に配信できたらいいなという気持ち、しやんかもという気持ち分からん。りっちゃんが言ってた、きゅうりにつけて味噌かけて味噌とマヨネーズハマった、美味しいでしょ、絶対やるべき。つけて味噌かけて味噌とマヨネーズ混ぜてきゅうりにつけて食べるの超美味しいから、皆さんやってください。夏のルイはこれで生きていきます。それではランキング読みます。13位強く吐かないひろ、12位まかとい、11位みや、10位じゃこや、9位カレーくん、8位しゅう、7位サニーハイランド、6位マッコ、5位ダックスンフンド、4位カズノリ、3位ラプラス、2位天才ゴリラ、1位はナッシュ。ありがとわ、ありがとうございました。ポポちゃんはキュウリは食べませんでしたので、ルイがキュウリは食べようと思います。4本入りを買ったのであと3本あります。食べます。ほなまたね、おやすみ。みんなおやすみ、ありがとう。毎日配信してるので、フォローしてないよって人はフォローして、またなしょうもない会話やけど聞きに来てくれたら嬉しいです。ほなまたね、バイバーイ、おやすみー。